SF 映画の絵の面白さっていうのは CG で作った絵じゃなくてその CG を入れ込むための大自然とかをどれぐらい美しく撮れるかなんだ絵の凄さっていうのは予算ととかか手間とかじゃななくて、イメージなんだどうやってそのアメリカは美しい大自然は美しいっていうような自信を持って映せるかなんだね。 君の縄が何がいいのかっていうと君の縄を作ってる新海さんはちゃんと新宿は美しいと思ってるからかっこいい新宿がちゃんと撮れるわけだの4月23日に配信した SF 教室ですね月に一度 SF 教室ってやってるんですけどそれのテーマ「宇宙人」だったんですよね。でこの回の有料部分で、 宇宙人というのは僕ら人間にとってはあまりにも不可解で理解し難い存在のはずじゃないかっていうですね、ポーランドの SF 作家、スタニスワフ・レムというですね、SF 作家のですね、本を紹介したんですよね。しかし、あの、時間の都合からあんまりその、なんだろう、 考え方というか哲学に深く語れなかったんですけども、まあ、その補助テキストとしてですね、えー、僕ら人類とあまりにも価値観、考え方、それどころか世界の認識方向そのものが違う宇宙人とのコミュニケーションをですね、描いた SF 作 SF 映画の解説動画をですね、あの、ちょっと今日から2回に分けて配信したいと思います。えー、こんばんは。あの、どんな映画かというと、テッドちゃんのですね、短編小説をもとにですね、映画化されて、日本では2017年に公開された SF 映画、メッセージですね。あの、現代はアライバル、来訪って言うんですけどもですね、まあ、あの、宇宙人とのファーストコンタクトを描いた SF 映画としては、 史上最高クラスにですね。すごい映画ですね。えー、この、今日の動画ではですね、このメッセージに、メッセージについて、今日はね、ネタバレなしでですね、えー、紹介します。えー、この動画はですね、2017年5月21日に配信した岡田敏夫ゼミ第179回の、えー、まあ,あ、アップグレード配信ですね。動画が終わった後に追加のアップグレード情報があるのでお楽しみに。それではここから無料動画、スタートです。メッセージね、ネタバレなしでや,やってみるね。 あの前回も言ったんだけどもやっぱねあのいい映画っていうのは絵に風格があるんで、まあ、結論から言うと本当にメッセージ面白いから見た方がいいよただ見た方がいいけどもそのメッセージってねレイヤー構造っていうのかな見る人のどれぐらいなんか映画っていうのを見慣れてるかとかあとお話が割とうんと複雑な話伏線とかを頭に入れながら見れるかによって 面白ががり方が全然違うんだよね。だから映画ドットコムのレビューとかを見たらわかるんだけども4.5とかをつけてる人の一方で2.0とか1.5ぐらいでもうこんな,なんかあのサブカル好きのバカが得点高いのつけてるだけでこの映画はつまんないとか SF 映画としてはダメだとか原作読まないと分かんないって言ってんだけどもそんなこと全然ないんで俺はあの原作なんてもう完全に忘れてた何年前に読んだやつで完全に忘れてたんだけども全然あの全く関係なく読めてそれよりは。 どれぐらいの情報量から何を面白がれるかっていうハンター試験的な、ね、面白さがあるのがメッセージってやつなんだまあそこら辺のネタバレっぽいのは、まあ、来週か再来週にちゃんと話すねとにかくどの辺がすごいのかっていうのはねちゃんとちょっと図解してこあの構造説明しないと伝わらないからで、まあ、さっきも言ったようにとにかく、まあ、あのネタバレしない範囲で言うと絵がいいんだよ。あの最後のジェダイでもです、ね、あのレイの フォーースのの修行のシーンが、が流れるがあれるんあすごくかっこいいじゃん絶海の孤島でライトセーバーを振り回してるだけなんだけどもあまりの絵の美しさにハッと息を呑まれると SF 映画の絵の面白さっていうのは CG で作った絵じゃなくてその CG を入れ込むための大自然とかをどれぐらい美しく撮れるかなんだ。で今回メッセージでモンタナ州っていうアメリカのほとんどカナダとの国境のところにあるアメリカで最も美しい州っていうところに で撮影してんだけどもさ、そのモンタナ州のなんだろうなロッキー山脈の一番北の端っこぐらいがあるんだけどそこのすぐ近くのもう開けてる平原の真ん中になんだろう地上1 0ルぐらいのところに浮いている5 0 0ルぐらいの、ね、飛行物体がドーンと浮いてるんだけどもこれを見せる時の手順がすごい。あの僕らは、すでにでに何何回も何回もも、 こののの山ををを越越ええたたら、海を越えたら、ら海すごいいものがあるるうのを散々見せられてるじゃん。だからこれもそうだよねこの道ストの遭遇をワンシーンにしてもこの道の向こうにすごいものがあるじゃあそのすごいものとは何かっていうと例えば岩山だったり UFO が着陸するために米軍が秘密で作った基地だったりあとは例えばハリウッド版の「ゴジラ」だったら何があるんだと思ったらゴジラの巨大な足跡があったりもしくは あの船の腹を大きく引き裂かれたゴジラの爪で引き剥がされた船が倒れていたりとかさミストの遭遇でもそういうようなシーンがあったよねそういうふうなものを見せられたんだけども今回のメッセージっていうのは空撮でザーッとそのなんだろうな草原の真ん中にフリーウェイが走ってるだけのところがいたらそのフリーウェイにガーッと車がね乗り捨てられてるんだ。 つまり宇宙船が着陸したんで近所の人が慌てて逃げようとして車を乗り捨てられているのが長い長い振り上げにいくらでもガーッと詰まってるとここまでの絵は見たことがあるんだけどもところがそれが宇宙船が近づくにつれて車がガーッと詰まってきてその周りに何千人って人がこう集まってきてるんだあ確かにこの向こうに宇宙船があったんだったら野獣までどんどん人が集まるなだからここに何千人も人が集まってるんだなと思ったらある境界線からその人と車が全くいなくなるんだ。 でこの全くいなくなるというところで別にそこに軍隊を見せてるわけではなくてこの位置から報道管制軍事管制が引かれていて完全に入ってはいけない領域に行ったんだなっていうのが空撮のワンカットだけでわかるその向こうにあるのはロッキー山脈の,その北限の山脈を山風が、ね、山を乗り越える時にフェーン現象っていってその空気が急激に冷やされるからさ霧になるじゃん。 だから、山から霧がこう降りてきて雲になってくるとてつもない美しい風景のど真ん中にその異星人の宇宙船がボーンとあるんだよ。これをねワンカットで見せられた時の衝撃なかなかすごいよ。あの絵の凄さっていうのは予算ととかか手間とかじゃななくて、やっぱイメージなんだよ。どうやってそのアメリカは美しい大自然は美しいっていうような自信を持って映せるかなんだよね。 どうやってもなんか僕らが日本映画を見てても不満なのは映画を撮ってる人が「新宿は美しい」とか「代々木は美しい」っていうふうに思ってないんだ「君の名は」が何がいいのかっていうと「君の名は」を作ってる新海さんはちゃんと「新宿は美しい」って思ってるからかっこいい新宿がちゃんと撮れるわけだ。 それはなんだろう、ほとんどあんなもん写真を写しただけじゃないかというふうに言われるんだけども実写映画であってもアニメ映画であっても何であっても何々が美しいと確信を持ってる作者っていうのは例えば宮崎駿だったら水田を美しく描けるし新海さんだったら新宿の歩道橋とかを美しく描けるこの美しく描くっていう感性がある人間が作った映画の絵は風格があるんだよなこの辺の辺風格が、あのめちゃくちゃゃくね。 メッセージは、そこら中にあって、ね、すごいかっこいい映画だったよ。で正体不明の異星人がやってきてなんとかコンタクトを取らなきゃいけないんだけどもねもうねなんでこんな正解する角と同じような話を <laughs> <laughs> <あの> <laughs> 見せられるんだもう、違いはね本当にね都合の良さのレベルなんだよ。<laughs> <あの笑> <laughs> メッセージはね全然都合よくないんだよ。で正解する角は宇宙人が全く次元が違う生物が出てくるんだけどもなんかねあっという間に人間型になってあっという間に日本語をペラペラ喋ってくれて適当になんか分かりやすい部分だけで何とかというのはどういう意味だとかいう分かりやすい物分かりの悪さっていうのを見せてくれるので,であと科学者も萌えキャラでっていうようなやつで。 <laughs> あの何だろう、ね、<laughs> やはりライトノベルと本格小説の違いみたいなものを見せた <laughs> <laughs> ただねいやディスってるように聞こえるかもわかんないんだけども正解する角っていうのはあんなね単調ないわゆる小松作業の短編か中編みたいなものをそのまま映像化できるという意味では画期的なアニメだし。 何にもほとんどお話が起こってないのに毎週毎週見れるっていうのはすさまじいんだよすさまじいんだけどもメッセージ見た後でこで見比べるとああ、なんかちょっとこれはいろいろ思うところがあるよなっていう風にちょっと思っちゃったなで今日ねあの映画見た後でオフ会」やったんだけどもオフ会でももういろんな解釈とかねクレームが出てくるんだよだからさっきも言ったように その人が映画を見るときに何を持って見てるのかとか、どういう予備知識ってことはないんだけども、教養を持ってるのかによって全くね、あの、見え方が違うんで、原作とかはね、別に全然読む必要ないから、あの、来週か再来週にちょっとネタバレ解説をしてみます。はい、お疲れ様でした。今日の無料動画はここまでです。アップグレード情報なんですけども、あの、動画の最後の方で話した、正解する角っていうですね、まあ、この当時6年前ですね、割と、あの、 評判になっていたあのテレビアニメなんですけども、えー、東映アニメーション初の 3DCG というアニメということとかですね。あと アマゾンプライムビデオで第0話が独占配信という、もう今では当たり前になったやり方ですね。えー、当時は目新しかったですね、要素がいろいろあって、まあそこそこ話題になってと、僕もね、すごい好きだったんですけども。で、内容はですね、このメッセージと同じファーストコンタクトものなんですね。で、それもよくあるスペースオペラ的な、あの、地球人征服してやるとかですね、地球人はなぜ戦争するのとかそういう単純なやつではなくて、割とね、誠実にその、 メッセージと同じように SF として作ってたと思うんですね、まあ。そういう意味でも珍しかったので、あの、当時岡田投夫ゼミでも何回か取り上げたんですけど、ただね、あの、真面目に SF をやろうとしてるとはいえ、メッセージに比べると割とね、テレビアニメでもあの、なんだろうな、えっ、ー、と、できるだけ広い層に見てもらおうっていうですね、ものだから、割とカジュアルな作品です。あの、見て損はないアニメと思うんですけども、えー、できればですね、そういう正解する角を見て面白かった人も、 メッセージの方を見てほしいと思います。今日の動画はですね、あのメス、ゼミの視聴者の人にはですね、まだまだ多い、まあ、ネタバレ絶対嫌っていう人たちのために公開したようなもんでですね、映画の内容についての話を一切せず、あの、はっきり言って SF 教室を含む 教材としてはあんまり役に立たないんですけども、次の動画はですね。次の動画ではですね、最初からネタバレ全開で、ストーリーからオチからテーマまでですね、一切遠慮なく話します。で、あの、まあ、出ないと、まあね、凄さ、メッセージの凄さ、なかなか伝わらないと思います。なので、ネタバレされるのが絶対嫌という人はですね、次のネタバレあり動画の配信までに、ぜひこの映画メッセージ見ておいてください。ネットフリックスではですね、もう本当に、 あのそのまま見れますし、u n ネ x スもそうですね。YouTube の単体レンタルでもですね、300円ぐらいで見れるんでお願いします、えー。さてですね、今日の、えー、見てもらった動画の限定部分を含めた全長版は有料会員のみの配信になってます。どんな話しているのかというと、まあ、メッセージの話ここで終わって、ここから先は質問相談,相談コーナーなんですよね。あの、痴漢冤罪をどう考えるかとかですね、あと、えー、新作映画を無料で公開するとどうなってしまうか。 これもね、最近ではもう本当ある話なんですけども、あとあの、姉も妹も不倫してるんですけども、どうしたらいいですかっていうですね、ちょっと、変なというか、僕にしては面白いですね、質問に答えてます。続きが見たい方は、公式の岡田投市アーカイブ、ドワンゴのブロマガチャンネル、あとはですね、YouTube のメンバーシップ、どれでも好きなものを選んでですね、映画入会してください、えー。詳しくは動画概要欄に貼ったリンクを見てもらえばいいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまた、バイバイ。